わらわは死ぬわけにはいかぬのだ。アロード、アロード、いつまで過去に縛られる気だ。アロードはもうこの世界にはいない。わらわのせいでお前が命を落としただと信じられぬ。わらわの教育を苦に命を落としたなど。自分を責めている。だからこそ受け入れられないのか。謀反人が、余計な口を叩くな。これを受け取ってくれ。あの子の首飾り。ああ、お母様。その声はアロード。僕が命を落としたのはあなたのせいではありません。何、わらわを憎んでいないというのか。もちろん、初めのうちは厳しい教育に音を上げそうになりました。しかし僕には分かってもいました。お母様の過剰なほどの教育が僕を守るためのものでもあると。それはお母様にとって僕が一番大切な息子であったから。そうですね。他にどんな理由がある。だから僕は必死に答えようとしました。そこにお母様の愛を感じたからこそ、最後までお母様を信じ皇帝になるべく努力を重ねたのです。なぜ今になってそのようなことを。なぜ生きているうちに伝えてくれなかったのだ。ではなぜわらわの元を離れあの女のところへ向かった。好意に勝る価値があの女にあったというのか。なぜわらわを見捨てたのだ、アロード。見捨てたわけではありません。ただお母様から一番目をかけられている僕は兄弟からそねまれていた。だからこそ僕は耐えきれず争いから逃れてしまったのです。でも僕は期待していました。お母様ならいつか必ず僕を取り戻しに来てくれると。そしてあなたは期待通りにしてくれた。僕は地下牢に閉じ込められてあなたに爵位を奪われた時、とても幸せでした。その行為にお母様からの至上の愛を感じたのです。なんだか。ええ、この親にしてこの子という感じね。やや理解に苦しみますが。ならばなぜ飛び降りた。あれは事故などではなかったはずだ。僕はお母様にとっていつも一番の息子でいたかった。お母様が僕を失えばその順位は永遠に揺らがぬものとなる。なんだと。お母様、僕が望んだのは平民ごときと築く温かい家庭やましてや好意などではありませんでした。ただ一つ、あなたからの揺るぎない愛だったのです。そしてそれは十分に与えられました。アロード、アロード。なんだか不思議な愛情表現だな。こういう親子関係もあるのかな。
アロードはわらわを憎んでいなかったというのか。どうやらそうみたいだな。随分と屈折した愛を向け合う親子だったみたいだけど。どうする？まだ俺たちと戦うか？遠慮しておこう。わざわざお前に手を下されなくとも、わらわはいずれ天界に召されるであろうからな。そうか。あんたに聞きたいことがある。皇帝に対し相変わらず不敬なことよ。一体なんだ？子供たちは一体どこにいる？これが地下牢の鍵だ。そしてそなたら自身で地下牢は見つけよ。分かったよ。待て、そなた。天界にて再び会うことがあれば、わらわの側近として迎えてやらんでもない。我が息子の声を届けるとは大した手柄ぞ。褒めて使わそう。ああ、それはどうも。ではさらばだ。みんな急ごう。そうですね。リネルとフィゼルが心配です。デュソルバート殿がおそらく探してくださってるとはいえ。キリト君、今のペンダントを通じてアロードが一時的に生き返った。いや、ペンダントはメインビジュアライザーにあるただのオブジェクトに過ぎないはずだし。そんなことは。オブジェクト、メインビジュアライザー、魂の器。あ、そういえばリアルワールドで比嘉さんに聞いたことがあるんだけど、このアンダーワールドでは人の魂であるフラクトライトとオブジェクト、物体のデータ形式は同じだって。もしかしたらだけど、ペンダントという物体にアロードの魂が残っていたのかも。だからペンダントから聞こえた声だけのアロードも生きているように感じたんじゃ。まるで魂があるみたいに。なるほど。仮に誰かが自分の意思や記憶を物体に焼き付けたとしたら、たとえフラクトライトが消滅した後も魂は物体に宿ったままこの世界に残り続けるのかも。多分そうじゃないかな。この世界にある物体は時にフラクトライトと同じ役割を果たすんじゃないかな。ああ、アロードのペンダントは長い間彼のフラクトライトでもあったんだ。つまりどういうこと？アロードの魂は彼の死後もペン、首飾りに宿り続けていたんだよ。そしてカヨーデと出会ったことで首飾りに宿る魂が再びこの世界で目覚めたんだ。なんだか不思議な現象だけど、わかる気がするよ。青バラの剣と一つになった時、僕は剣という物体でありながら人間の僕でもあって、何とも言えない感覚だったんだ。物体に宿る魂ですか？それが可能ならひょっとしてジャイアント族やカヨーデも。彼らが命を落とした場所には彼らが生前大切にしていたものも残ったはずだ。それは装飾品や愛犬、あるいは地面に染み込んだ血液かもしれない。何にせよ死後も魂は物質に宿り、その場に残り続けていたのなら、何らかの術式で肉体を与えて死者を蘇らせられる可能性は大いにある。それがカラントによって魔獣や死者が蘇った理屈というわけですね。とはいえ推測できるのはこの辺までだな。今子供たちを助けることに専念しよう。そうですね。とはいえさらわれた子供たちがこの場にいるものだけとは限りません。ああ、力を探しに行こう。
それは…なんてこと。この茨はカラントから生じたもののようです。アリス、俺がカラントを切って子供たちを解放する。わかりました、お願いします。天然地がほとんどゼロに近いわ。すぐに治癒しなくちゃ。ああ、頼む。まさか火曜で皇帝がこんなむごいことを。いや、きっと火曜でじゃない。火曜では過去の伝承でも子供の命を脅かすようなことはしていないはずだ。しかしだとすれば誰が、何のために。こんなこと許すわけにはいかない。炎の矢、この矢って…キリト君、あれ…デソルバート…エルドリエの時と同じですね。一体なぜ。とりあえず、リネルとフィゼルのディープフリーズを解きます。ここは…アリス様！あなたたち、一体何があったのです？師匠を…師匠を早く助けて！頭巾の男に師匠が…頭巾の男…またそいつが…だが、今はともかくディソルバートを助けよう。ええ、そうですね。システムコール。デュソルバート。誰かが我を起こそうとしている。分かっている。あの手はとうの昔に我が失ったものだ。どんなに求め、どんなに思い出そうと願おうと、その願いは叶わない。そうね、あなたは彼女を守れなかった。あなたは最高司祭陛下。あなたが守ろうとしたものはみんなあなたのせいで壊れてしまった。違う、我は。そんなに大切なものならなぜ手放してしまったの？手放した。そう、あなたは自ら大切なものを手放したの。そしてそのことについて思い出せもしない。違う、我は。フィゼル、リネル。なぜ。あなたは失ったものの代わりに中途半端な代用品を見つけて庇護欲を満たそうとしたのね。小さな子たちを守れた気になって嬉しかった？楽しかった？違う、彼女らはそんなものではない。それすらもう壊されてしまったわ。
あなたのせいでね。リネル、フィゼル、なぜ？最高司祭、アドミニストレーターの言葉が虚偽だというの？随分とあなたは可愛いわね。とってもかわいそうで可愛い人。でもこれだけははっきりと言えるわ。あなたが守るべきものはもう何もない。そうだ、我は失った。この手にはもう何も残ってはいない。我は何のために戦うのだ。そうね、聖剛騎士は何のために戦うと思う？我ら聖剛騎士はただ一つの目的のために戦う。人界と最高司祭芸家の恩義を守るべくこの身を捧げる。ええ、それがあなたの最大にして唯一の存在意義よ、デュサルバート。デュソルバート殿、意識が戻りましたか？はあ、何？我は聖剛騎士デュソルバート・シンセシス戦、必ずや任務を遂行してみせる。あれ、パイエティ・モジュールか？もしや、パイエティモジュールの影響が。一体なぜ？最高司祭芸家からの直令に、反逆者を我が炎により殲滅する。どうやら戦うしかないようだね。ああ、半端なく手強いだろうが、どうにか正気に戻そう。それじゃあ本気で行くぜ、デソルバート。あなたをもう一度相手取りたくはなかった。だが再びその時が来たならば、お相手するまでだ。勝士トガビト殿、再び我が炎の鉄槌を受けるがよい。戦闘開始。よし。